はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、続きをやっていきたいと思います。前回伯爵をね、ここのゼクラム砂漠、ゼクラス砂漠かで救出したので、イグーロスに戻るところになります。なんか邪悪な音楽だな。一体どういうことだ。なぜゼクラス砂漠へ行ったのだ。怒られてる。黙っていたのではわからん。説明しろと言っている。自分がラムザを無理やり誘いました。そうなのか。ラムザ、リリータのせいなのか。いえ、自分の意思です。リリータのせいじゃありません。いいえ、ラムザは嘘を言っています。悪いのは僕をかばわなくていい。命令違反をしたのは僕の意思だ。っていうかさ、ザルバックにそそのかされたよね。こんなところだ、暇だぞみたいなこと言われたから言ったのに、みんなが勝手気ままに振る舞うとしたら何のために法が存在するのだ。我々ベオルブ家の人間は法を遵守する尊さを騎士の、模範として示さねばならぬ。ベオルブの名を汚すつもりか。すいません兄さん。もう良いではないか、ダスターグ。ミナリの良い男、伯爵を救出した功績は大きい。そう目くじらを立てなくてもよい。こう焦る若い戦士たちの気持ちも分かるというもの。かつては我々もそうだやった。甘やかされては他の者たちに対してけじめがつきませんぞ、ラーグ閣下。そなたがダイスダーグの弟か。楽にしてよいぞ。なるほど、亡きバルバネス将軍にそっくりだな。良い面構えだ。その有り余る若さと力は城の警護だけで補えるものでもあるまい。ムグロ領団殲滅作戦も大詰めだ。お前たちの参加を許そう。いくつかの盗賊どものアジタを一斉に攻撃する。その一つをお前たちに任そう。はい。3人で襲撃するのか、大変だな。申し訳ありませぬ。気にするな、ダイスダーグ。所詮ギスタブもその程度の男だったということだ。公爵誘拐がガリオーヌ領で行われた時点で計画変更は避けようがなかったんだ。それに公爵の命を助けたのは事実。こちらの要求に対して公爵側も妥協しないわけにはいくまい。結果として貴公の弟君の行動は我々を有利な立場にしてくれた。国王の命もあとわずか。ことを急がねば。ああ、期待しているとも、我が友よ。この二人は怪しいやつらっすね。で、ちょっとイグーロス城、ショップを確認しましょう。もう試着でいいや。アイアンヘルムとブロンズアーマーがあるね。体力は20上がる。で、ディリータも買って、アルガス。あ、ロングボウになってるね。で、試着自体はもうこれでいくかい。で、あとは、もうハイポーションにしていきましょう。ハイポーション20個ぐらい買っちゃおう。4200円買おう。で、ポーション、もういらないな。あ、そう、1回だけ、そのレベル上げ的なものをやったんで、ポーションの数はだいぶ減ってます。で、ハイポーションはね、回復量、80、じゃなくて70、ここで見れる。なんで、もうこれハイポーションでいきます。で、エクスポーションが150なんだよね。多分、売り出されるとは思うんだよね。もうすでにハイポーションが売り出されてるから。で、エクスポーションが150ってことは、多分、それ以上はもうないと思うんで、まあ、オートポーションは最高150。どうなんだろうな。200くらい欲しかったけど。で、ここで敵と出会うとちょっと面倒なので、一旦セーブをします。で、そのまま乗り込んでいって、いいよね。で、装備はね、ちょっと変えました。スモールマントにしてあります。これでね、 AEV っていうのが 10% ずつついてるんで、回避率がちょっと上がってますね。で、 AEV って後ろからだけじゃなかった気がするんだけど、前も 10%、 横も 10%、 後ろも 10% と信じたい。これで横 0% だったらさ、悲しいじゃん。
いやでもマントって後ろだけかな。盗賊の砦、移動はねかなり重要ではあるんですけど、今回いかんせん人が少ないんで基本まあ街で行きたいとは思うんですけど、ただディリータとアルガスがね結構突き進むからね。剣士ミルウーダ、そう本体との連絡も途切れたのね。私たちももうおしまいね。何を言ってるんですか、戦いはまだ終わってないじゃないですか。そうですよ、奴ら貴族どもが我々に謝罪するまで続くんです。なんか女の子舞台だな。兄さんのやり方が甘いから。敵襲、3人しかいない。公爵様を救出できたのもラムダたちのおかげだ。この作戦が終了するまで手伝うぜ。ありがたい。剣士ミルーダを倒せ。これはボスを倒せばいい感じですね。でラムザから、横は取れないか、正面1、2、3、じゃ波動拳がね射程3なんで、ちょっとここ波動拳打ってこう。あそう、チャクラとね裏回し拳も覚えました。囲まれるんでその時にね裏回し拳使うの有効かなと思って。 75% の45、2発で倒せんな、当たればだけど。渦巻くなんとかなんとか波動拳みたいな、結局かわされたし。いえ回避率高い、シーフだからか。66% 全部かわされてるし。こいつはあんまり前進してこないね。シャーリー白魔導士、白魔導士だけど黒魔法も打ってくるパターンか。アイリーン白魔導士、あの白魔導士早々に倒したいな。そうするとマジか、投石か。いいねガード、武蔵とか名前はかっこいい。サンダー、ゲー超食らうんだけど。いける、いけねえな。1、2、3、ちょっとこいつ本当に倒したい。波動拳60、まあいいや。おい、これでディリータがあの白魔導士をぶん殴ってくれれば多分倒せる。どっち向こう、上でいいや。ミルーダ来たか、げディリータ狙いだ。アルガス、あアルガスポーションしか使えねえんだ、しまった、売ってしまった全部。そうか、そういうこともあるか。これディリータ死んだな。まあでもガードよくやった。最後にあの白魔導士を倒してくれと思ったけど、行かないかあっちまでは。シーフに一発最後お見舞いしたんでいいでしょう。ミルーダはやっぱり最後に倒そう。あ倒したね、はいありがたい。でディリータやられたか。後ろはもう回避できないはずだから、グホ完全にクリティカルヒットを食らった。カブトを盗むやめてくれ、ケットとかひでえ。カブト盗まれるってことはイコールあれだからね、ケアルだなんて覚えてんだこいつ。無駄だけどひでえな、倒せるやつを倒そう。これさ非売品のものを盗まれたら超ショックだよね。ギャッ、アーマーブレイクとか超嫌なもんばっか使ってるんだ。え今度は何、またため出してんだけど。チャージか、基本チャージ持ってんなこいつら。いい
ね。アルカス攻撃力が上がってる。体当たり。おお、発動しない。チャージ時いいて。オートポーション70。こっちはハイポーションなんだよ。こいつ倒して75%いける。オッケー。この白魔導士先に倒そう。42。ポーションだったら回復しきれなかったな。オートポーションチャプター4までは厳しいね。これそのままでいくのは誰でない。お、いいね。多分一発じゃ倒せねえかんな。ゲットカブトとかよし、かわした。ほんと嫌なんだけどこのシーフで。俺が一発ぶん殴れば多分アルガスで倒せるはず。75とか。いや、すまんな、アルガス。お前のチャージを無駄にしてしまった。で、白魔導士がゼロになるな。ブレイクとか、ほんとやめてほしいんだけど、これで素裸になってしまった。一発だけぶん殴っとくか。75とか。攻撃力は強えな、さすがに。最大ヒットポイントが。あ、待って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 。あ、フェニックスの使い出した。こいつらになハイポーションを覚えさせるだけのジョブポイントはないからね。投石最後のイタチッペか。ちょっとでも経験値を稼ぎたいんで殴る。よし、これでアルガスかデリータどっちが早い。お、なんか喋ってきた。貴族が何だと言うんだ。私たちは貴族の家畜じゃない。私たちは人間だわ。あなたたちと同じ人間よ。私たちとあなたたちの間にどんな差があるっていうの。生まれた家が違うだけじゃないの。ひもじい思いをしたことがある。数ヶ月も豆だけのスープで暮らしたことがあるの。なぜ私たちが飢えなければならない。それはあなたたち貴族が奪うから。生きる権利の全てを奪うから。同じ人間だと。うん、汚らわしい。生まれた瞬間からお前たちは俺たち貴族に尽くさねばならない。生まれた瞬間からお前たちは俺たち貴族の家畜なんだ。誰が決めたそんな理不尽なことを。それは天の意志だ。天の意志、神がそのようなことをのたまうものか。神の前では何人たりとも平等のはず。神はそのようなことをお許しにはならない。なるはずがない。家畜に神はいない。名言だよね。ラムザ、彼女は本当に僕らの敵なのか。死んだディリーだ。絶対死ぬ。おお、ガードした。あれ、どっち先に倒す。なんかアルガスがさ、ニルウーダーを倒しちゃいそうじゃん。別にいいんだけどね。羽根つき帽子働いたな。ちょっと働いたな。おとなしく剣を捨てるんだ。抵抗しなければ命だけは助けよう。ポーションで回復できなくなっちゃったかな。アイアンソード、ブロンズシールドっていうか、俺の兜と鎧返せ。殺せ、殺すがいい。我々どうせ家畜なんだ。殺せ。それほどまでに僕らが憎いのか。やれ、殺すんだ。こいつはお前の敵だ。ベオルブ家の敵だ。わかるか、お前の敵なんだよ。こいつは敗者だ。人生の敗者だ。どこまでこいつ突き落とすな。こいつを殺さなければ次に死ぬのは俺たちだ。僕には彼女が敵とは思えない。なんだと、気でも狂ったのかディリータ。彼女は家畜じゃない。そうさ、僕らと同じ人間だ。
裏切るのか、ディリータ。やはりお前は情けをかけるのか。舐められたものね。あなたがあのベオルブ家の一員である以上、あなたは私の敵よ。それを覚えておくといいわ。あ、一応そのまま見逃すんだね、ディリータ。どいつもこいつも。あれ、結局破壊されたのって俺の防具だけ。同時刻、ガリオンヌの生徒イグーロス、ベオルブ邸。ティータ、え、ここまで攻め込まれたの。ドラグロス、早くしろ。アルマ、チッ、ここまでか。大丈夫か、アルマ。あ、ダイスダグやられてんじゃん。兄上、私は大丈夫だ。アルマは無事か。なんともありません。ひどい怪我。そこまでやられたの。ここを襲撃するとは。私を狙ってきたか。5人ほどやられました。ティータもさらわれてしまいました。やつらを追え。草の根を分けても探し出せ。それ以上喋らないで。え、ムクロリョウタってそんな強えの。誰か、誰かいないのか。俺はどこへ帰ればいい。とりあえずセーブしよう。今のところランダム戦闘は起こしたくないんで、まずイグーロスへ帰ろう。普通にこっち。おお、よし、じゃあイグーロス城ですね。敵のアジトを落としたそうだな。よくやった。あとはザルバックに任せてゆっくり休むがいい。ご苦労だったな。心配するな、大した傷ではない。ティータは、ティータはどうなるんですか。奴らの本拠地を発見次第ザルバックが総攻撃をかける。そんな、ムクロ旅団はもうガタガタだ。逃げている者も十数人しかいない。数十人。盗賊のウィーグラフは未だに捕らえられていないが、それも時間の問題だろう。ティータを見殺しにするんですか。心配するな、手は打ってある。ティータの身柄を取り戻すまでは総攻撃などはせん、絶対にな。実の妹のように思っているティータを見殺しなどにするものか。待てよディリータ、どこへ行こうって言うんだ。とにかく落ち着けよ。落ち着けだと。落ち着いていられるものか。どこにいるかもわからないんだ。当てなく探したって意味がないよ。意味がないだと。たった一人の妹なんだぞ。兄さんも言っていたじゃないか、ティータを見殺しにはしないって。とにかく今動いても苦しいよ。すまない。俺は絶対なんて言葉を絶対に信じないけどな。兄さんが嘘をついているとでも。俺だったら平民の娘を助けるなんてことはしないな。なんだと。お前たち平民のために兵など動かさんと言っているんだ。え、アルガスって何、どんくらい偉いの。やっぱり平民は所詮平民だ。貴族になれやしない。ディリータ、お前はここにいちゃいけないやつなんだよ。わかるか。ラムザ、目を覚ませ。そいつは俺たちとは違う。
分かるだろラムザ、俺たち貴族とこいつは一緒に暮らしてはいけないんだ。ディリータは親友だ、兄弟みたいに暮らしてきたんだ。だからこそ目を覚ませ、友達ごっこももうおしまいだ。君は名高きベオルブ家の御曹司だ、貴族中の貴族の中の貴族だ。こいつと一緒にいちゃいけない。少なくとも君の兄貴たちはそう思ってるはずだぜ。お前みたいなのは貴族ばかりじゃない、俺はラムザを信じる。僕の前から消えろ、二度と現れるな。釣れない言葉だな、仲間じゃないか。二度とは言わないぞ、さっさと行け。どこへ。え、これアルガス仲間から離れた。奴らの本拠地はジークデントリデだ。君の姉貴に聞いたよ。もっとも正面からは近づけないぜ、幾重もの警戒線が引かれているとさ。裏から攻めるしかないな。ま、せいぜい頑張ってくれよ、甘ったれた御曹司さん。そんなにさ敵いないんじゃないの、もう。そんな防衛戦みたいなこと言ってるけど、戦闘うわ結構あるな。レナリア大地から平原を経由してジークデン、ここ越えていけないの。あ、裏から行くってことか。多分こっちからここが正面なんだな。だからこうやって裏から経由するっていうことか。その前に俺の奪われた装備と破壊された装備を、すっぱだかだからね、マントしか持ってない。すっぱだかではなかった、マントでなんとか身を隠している。60、ディリータオンリーか、これは変わらないね。装備品も変わったわけではないね。ポーションどうしようかな。いやでもポーションがあると結局邪魔になるからね。ハイポーションでいこう。さてそこからディリータ、ディリータもうちょっとナイトから変えらんないしね。ブレイク系はいらない。いやなんもねえわ、装備するのなんもない。ハイポーション200か。あ、ディリータ自体はもうレベル上げができないからね。文句が184溜まってるね。なんかある？なんもねえや。弓使いも特に覚えさせるものはないんで、このまま行きますか。で、そうするとラムザだよな。アイテムじゃなくていいかもしれないね。とはいえまた例によって覚えさせるものがないからな。弓使いもチャージか。見習い戦士は貯めておこう。じゃあちょっともう一個くらいはやっていきますか。また敵とは遭遇したくないんでね。いやでもクリアできるかな。とりあえずレナリア大地ゲー、あ、イベントか。綺麗だな。ティータもどこかでこの夕日を見ているのかな。大丈夫だよ、ティータは無事さ。違和感を感じていた、ずっと前から。アルガスの言ったことを気にしてんのか。どんなに頑張っても覆されないものがある。そんなこと言うなよ。努力すれば、努力すれば将軍になれるのか。この手でティータを助けたいのに何もできない。僕は持たざるものなんだ。
ラムザ。覚えているか。親父さんに教えてもらった草笛。ガリランド一応覗いては見る。新しそうなのはないね。じゃちょっとまたセーブをして、よし、ではちょっとレナリア大地二人で攻略か。ここでいいよ。今もう頼れるものが本当にいなくなってしまったからな。こっからじゃあレベル上げするって言ってもバイト君たちもいないからね。みんなおさばらしてしまって、げっ黒魔導士とか厄介そうだな。あ、ミルーダまた出てきたか。ここも封鎖されているのか。我々に逃げ道はない。もう諦めましょう。おとなしく投降した方が。奴らに捕まるぐらいなら死んだ方がマシ。大体捕まればそのまま処刑台行き。戦うしか活路はない。特にこっちから言うことはないか。またミルーダか。最悪ミルーダ狙って戦闘を終わらせるっていうのもありだけどね。ちょっと向こう高台にいるよな。多い敵が多い。5、6、3。いやちょっと一回待機しよう。この場で。ウィーグラフはどこだ。ティータをどこへやった。ティータ、ゴラグロスが人質にしたベオルブ家の娘。ティータは俺の妹だ。ベオルブとは関係ない。お前たちがティータを人質にしても何の意味もない。お願いだ、妹を返してくれ。あなたたちは返してくれるの。あなたたちが貴族、あなたたち貴族が私たちから奪った全てのものをあなたたちは返してくれるの。最初に奪ったのはあなたたち。それを返してくれと願っているに過ぎない。これはもう完全に解決策はないね。そこまで突っ込んではいかないか。やっぱり厄介なのはもう魔法系だよな。ちょっとガードしてんな。キャンディー時魔導士何使って。ヘイスト。いやー、ヘイスト強いからね。このゲームのヘイストはマジで。ヘイスト、誰がかかるヘイスト。あの黒魔導士もかかるか。サンダラ、マジでもうそれ使ってくんの。38。いや結構厄介だな。どうしよう。ここが5、3、2だよな。地熱弾高さ2までしかいかないからね。高さ3って当たんのこれ攻撃。あー、3まではいけるから。60、強いは強いよね。はいえ、やっぱりはいえ。こいつゲッドンムブとかかなりやばいんだけど、使われたら。一応倒した。ミルーダ、もう攻め
っては来ないか、あんまり。ナイトとか最悪ブレイクしてくるかな。やはり頼れるのは己の力のみか。来た、ドンムーブ。これドンムーブかかるとやべえな。動けなくなるからね。ガード、マントでガードしたってこと。サンダラ、おお、すげえ、ガードした。これはここでちょっと蹴りつけてえな。ブリザード、いちいちディリーターのために回復してらんないからね。さてどっちから始末するか。こっちの方が始末はしやすそうだよね。30、え、なんだこいつら強えな。要はあのヘイストかかってるやつなんとかしたいんだよね俺的には。こいつドンムーブ、うわ食らった。いてー、42、まあまあまあなんとかなる。サンダラ、あと1回ディリーター攻撃してほしかった。まあしょうがない。ヘイストが切れた、よし、ようやくか。完全動けないかな。うわ遠い。この状況だともうこいつとタイマン張るしかなくね。チャクラ使ってもしょうがないからな。ドンムブはもうどうにもならない。普通に戦おう、タイマン張ろう。こいつカウンターになって思ってんの、結構厄介だな。ウィザード37、回復はしてくれない。サンダー、あでもこいつはマジックパワーなくなればでももう終わりだからね正直。ゲッ、ここで死ぬわけにはいかない。革命の途中で死ぬわけにはいかない。またブレイクできたよ、ヘッドブレイクきてひどすぎる。これさ買いに戻らなきゃいけなくね、思ったら予備持っとくか。出たヘイスト、このヘイストはまずいよ。俺にヘイストかかんねえかな。そういうかけ方はしてないか。よし、トンムーブがようやく切れた。革命といったな、革命を起こす必要があるのか、僕らが悪いのか、僕らが君たちを苦しめているのか、何がいけないんだ。知らないということはそれだけで罪だ。あなたが当然と思う世界はあなたに見えている範囲だけ。でもそれが全てじゃない。あなたが悪いわけじゃない。でも現状が変わらない限り私はあなたを憎む。あなたがベオルブの名を継ぐものである限り、あなたの存在そのものが私の敵。75か、こいつマジぶっ倒して、この野郎。90、ほら。まだでも29あんのか、マジックパワー。あれこいつのマジックパイクス3、よし、何にも打てないな。もうこいつは貝の魔法しか打てないけど結構火力は高いよね。
いや、ハイポーションマジ役立つわ。何これ、落とし穴とか。こいつはね、風水師のあれも持ってんの。ひどくない？ドンムーブが多すぎるんだけど。ドンムーブにはならなかった。これででも完全に回復はできたはず。でこいつもヒットポイント減ってるから無駄。いや、オートポーションマジでいい。金がかかるけど、1回使うごとに200円だからね。宝箱か。クリスタルにならないね。こういう戦闘はクリスタルにならないのかな。とりあえず数を減らしていこう。ちょっと経験値稼ぎもやっぱり兼ねて、まあ、経験値っていうかジョブポイントが欲しいんだよね。強い。10個くらいは使うか、1回の戦闘で。こいつはまだまだファイヤーとかしか使ってこないから、マジックパワーはあり余ってんね。まあ、2回に1回発動してくれればなんとかはなるよね。ミス。ダメージはね、食らわないとそもそも発動しないんで。ほら45。ファイヤー、うおー、発動して。魔法ってなかなか早い。いや、これはクリティカル。クリティカルはないよ。クリティカルマジやられてるね。いやー、ちょっと鍛え直しますか。というわけで、じゃあ今回はこれで終了して、次回はリベンジをしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。